チョって本当に可愛い。私チョウチョになりたいな。ペッパはチョウチョになりきっています。私はチョウチョよ。ジョージも真似をします。ジョージ、チョウチョは私なの。ジョージは違う生き物になってよ。わかった。ジョージはくねくねのミミズさんね。見て、私はジョージなの。おやおや、ジョージはミミズにはなりたくないようです。蝶々になりたいのです。ジョージ、グランパはな、小さい頃ミミズになって遊ぶのが大好きだったんだよ。ミミズになるのは簡単だ。じゃあやってみせよう。まずこうやって地面の上に寝転がるだろう。あとはくねくね進むんだ。あははは、ほら、くねくねのミミズだぞ。ジョージとグランパはミミズになって大はしゃぎです。私はチョウチョ、可愛いチョウチョだもん。見て見て、私チョウチョなの。ああ、ペッパ、とても綺麗なチョウチョだな。おほほほ。グランパ、ジョージ、何やってるの？ジョージとわしはくねくねのミミズなんだ。おほほほ。私もくねくねのミミズになる。私はミミズ。おほほ。グランパはミミズ。私はミミズ。くねくねミミズ。よろしくね。大好き、くねくねのミミズ。皆さんご注目。こちらがマジシャン、アメージングミステリオだ。わかった、ダジ。皆さんご注目。マジックダジです。イエーイ。まずはこのマジックから。アーブラカタブラ。はあ、うわ、テリーだ。次のマジックは誰かにお手伝いしてもらいたいんだけど。私は一人だけでいいんだ。お嬢さん、手を貸してもらえますかな。あなたのお名前は？ねえ、スージーシープです。ではスージー、ここに3つのボールがある。赤と青とそして黄色だ。わかった。この中の一つを選んでくれるかな。私は後ろを向いてるから。わかった。一つ選んだかい？選んだ。アブラカタブラ。君が選んだのは黄色だ。違う。アブラカタブラ。青。違う。アブラカタブラ。赤。当たり。そう、赤よ。すごーい。このマジックダメね。だって全部の色いったでしょ。シッ、ペッパー、誰にも言うなよ。もっとマジックを見たいかな。見たい見たい。目を閉じて。見ちゃダメだぞ。魔法の呪文を唱えよう。アブラカダブラ。アブラカダブラ。では目を開けて。バースデーケーキだ。キャンドルを吹き消して。イエーイ。ハッピーバースデーペーパー。みんなありがとう。今までで一番素敵なお誕生日。すぐ行くね。ペッパとジョージはチョコレートケーキが大好き。でも今日は早くオウムのポリーと遊びたいようです。ごちそうさま。まあ二人とも賑やかね。グランマ、向こうへ行ってもいい？多めのプリンと遊びたいの。もうチョコレートケーキはごちそうさまでいいのね。じゃあいいわよ。やったー。ジョージ、プリンになんか言ってみて。ジョージは恥ずかしがっているようです。ハローハロー。ペッパとジョージはオウムのポリーと遊ぶのが楽しくて仕方ありません。私ペッパピッグ。私ペッパピッグ。ジョージ、なんか言ってみてよ。今度はペッパとジョージがオウムの真似をしています。ペッパはオウムのポリーに何て言おうか考えています。私はうるさいオウムです。私はうるさいオウムです。するとダディのコート。こんにちは、ダディピッグ。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピッグ、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。とっても綺麗よ、マミーピッグ。さあダディピッグ、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらま、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん。私はマミーピッグ。そうね、そうだった。どうもマミーピッグ。こんにちは。こっちはダディピッグよ。ジョージ。あら、こんにちは、ダディピッグ。ちょっと失礼。私、仕事があるの。もしもし。そうよ。あれとこれお願いね。違うわ。ありがとう。さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。私の歯が取れちゃった。大丈夫よペッパ、それは乳歯よ。抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。歯の妖精？ええ、そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと歯の妖精さんが来て。その歯を持って行くの。代わりに綺麗なコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナソー。ダイナソーか。行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ、何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るから。ペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさい。おやすみマミ。おやすみダディ。ああ、二人ともおやすみ。ジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで一緒に歯の妖精さんを待とうよ。歯の妖精さん遅いね。はあ。歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さんまだかな。何の音でしょう。歯の妖精でしょうか。私の歯だ。歯が取れちゃった。大丈夫よペッパ。それは乳歯よ。抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。歯の妖精？ええ、そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと歯の妖精さんが来て、その歯を持っていくの。代わりにきれいなコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナソー。ダイナソーか。行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ、何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るから。ペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさい。おやすみマミ。おやすみダディ。ああ、二人ともおやすみ。ジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで一緒に歯の妖精さんを待とうよ。歯の妖精さん遅いね。はあ。歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さんまだかな。何の音でしょう。歯の妖精でしょうか。ジョージならすぐに捕まるね。ちっちゃいもん。そんなのずるい。ジョージを助けてる。まだちっちゃいからよ。ペッパも助けようか。いい、助けてくれなくて。私もうおっきいもん。それならペッパ、捕まえてみてよ。ほらこっちだよ。こっちだよ。こんなのつまんない。違うことしようよ。いいよ。おっきい子がやる面白い遊びがあるんだ。だるまさんが転んだっていうゲーム。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、やってみたい。それどうやるの？誰か一人が鬼になって他の子がこっそり近づくの。私やる。私が鬼ね。ペッパが鬼です。向こうを向いている間に二人が近づきます。振り返った時に動いたらスタート地点に逆戻りです。ジョージ、今動いた。スタートに戻って。タッチ、私の勝ち。まだ準備してなかったのに。ルールではいつ動いてもいいの。そうよね、ジョージ。今度はクロエが鬼です。絶対に動いてはいけません。わあ。ペッパ、今動いた。スタートに戻って。ずるいよ。ずーっと見てるんだもん。ルールではどれだけ見ててもいいんだもん。スタートに戻って。ジョージの勝ちです。もっと違う遊びしよう。いいよ。でも大人っぽいのにしてね。わかった。私が一番好きな遊び。大人っぽいよ。ジョージ、ペッパが好きな遊び知ってる？それは泥んこの水たまりで飛び跳ねること。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。では最初はドゥミプリエからね。ルミプリエよ。次はちょっと飛びます。プティ・ジュテよ。優雅に美しく飛ぶのよ、プティ・ジュテ。優雅に美しく。プティ・ジュテよ。優雅に美しく飛びましょう。バレエのレッスンはとっても楽しいようです。では両手を上げて。美しい白鳥になった気持ちでね。皆さん、白鳥ってどんな音を出すと思う？ねえ、ミャオ。ねえ。まあ、優雅に美しく。ペッパは踊るのが大好き。みんな踊るのが大好きです。ペッパはとっても上手でしたよ。さあ、私優雅に美しく踊ったの。それは素敵ね。どんな風に踊ったか見せてあげる。お家に帰ってからね。マミーだけじゃなくてダディピッグとジョージにも見せてあげて。バイバイ。ペッパとマミーが帰ってきました。ダディ、ジョージ、私がみんなにバレエを教えてあげる。ペッパは想像してみました。美味しかった。他に何かいりますか、クイーンペッパ。そうね、ケーキのおかわりを。はい、ただいま。さあ、ほら行くぞ。ちょっと待って。ダディ、私はクイーンよ。お授業してからお話ししてね。おお、これは失礼いたしました、クイーン。何をしてる人？あなたのダディです。それ面白そうね。はい、とっても面白いですよ。で、このお部屋は何？ここはなんとダイナソーの部屋だよ。ダイナソーの部屋？ジョージ、ダイナソーの部屋だって。ダイナソーはどこにいるの？この部屋のどこかにいるよ。見えないみたい。すっごくちっちゃいのかな。それがね、ペッパ、ものすごく大きいんだ。うわー、すごいだろう。これは本物のダイナソーの骨なんだよ。ダイナソーがージョージはダイナソーになった自分を想像しました。ダイナソーが来る。助けて、助けて。このダイナソーのお部屋はジョージの一番のお気に入りね。私のお気に入りはキングとクイーンのお部屋だよ。どうやらダディピッグもお気に入りのお部屋を見つけたみたいよ。それってどんなお部屋なの？ケーキが食べられるお部屋よ。ダディピッグのお気に入りは館内にあるカフェです。こんにちは、ペッパ。気分はどうだい？具合が良くないの。舌を出して見せてごらん。大したことはないでしょう。ちょっとポツポツができただけです。私、お薬飲むの？ポツポツはすぐに消えるよ。でも少しだけお薬をあげよう。飲めるかな？はい、お願いします。でもあまりおいしいものじゃないよ。お口を開けて。うわ、すっごく苦い。ペッパはちゃんとお薬を飲んで本当にお利口さんだ。しばらく寝かせておいてください。後でまたどんな様子か見に行きます。お友達を呼んでも？ええ、もちろん。映らないからお友達を呼んでもいいですよ。それでは先生ありがとうございました。マミーもう起きてもいい？ペッパー、先生がしばらく寝ていなさいって言ってたでしょ。でも退屈なの。だけどお友達を呼んでもいいって言ってたわよ。じゃあスージーに来てもらってもいい？羊のスージーは一番のお友達です。スージーのママに電話するわね。ねえ、あらペッパのママ、スージーと話をしてもいい？もしもしスージー。ねえ、もしもしペッパー。私具合が悪いの。顔に赤いプツプツができちゃった。お医者さんに見てもらった？ドクターベアが来てくれたの。具合が悪いけどお利口さんだって言われたよ。じゃあ本当に病気なの？そう、ごっこじゃないんだよ。だから寝てないといけないの。それでね、ドクターベアがくれたお薬すっごく苦かったんだ。すぐお見舞いに行くね。ねえ、看護師さんの格好で行くね。スージーがペッパのお見舞いに来ました。スージーは看護師さんのお洋服を着ています。犬のダニーとウサギのレベッカも一緒です。やめてペッパ、コンピューターに触っちゃいけません。ジョージもね、コンピューターには絶対触っちゃダメよ。そうだよジョージ、こうしちゃダメだからね。やめて。ごめんなさい。ジョージにこうしちゃダメって教えようと思ったの。なんとコンピューターが動かなくなってしまいました。ねえダディ来て。ダディピッグ。どうしたんだいマミーピッグ。ねえダディピッグ、このコンピューター直せる？いやー。ランチの準備は私がするからお願い。わかった、やってみるよマミーピッグ。でもこういうのあんまり得意じゃなくて。ありがとう、よろしくね。ダディピッグがコンピューターを修理することになりました。まずはスイッチを切ってみるか。そしてもう一度オンにしてみよう。ダディピックが見事にコンピューターを直しました。やったねダディ。ああ、ダディこういうの結構得意みたいだ。ダディ、コンピューターでハッピーミセスチキンのゲームしていい？それはマミーに聞いてごらん。マミー後でやってもいいって言ってた。それならいいぞ。でもディスクはどこにあるんだろう。ダディ、ペッパ、ジョージがリビングを飾り付けます。うわ楽しいね。グランマピッグとグランパピッグがお祝いにやってきました。お誕生日おめでとうマミーピッグ。中に入らないの？入れないんです。ペッパたちが私に内緒で何か用意してくれてるの。まあ楽しみね。それじゃあ後で。はーい。マミー、もううちの中に入りたい？入りたいわ。じゃあ目をつぶって。まだ開けちゃダメだからね。ワン、ツー、スリー。さあ目を開けて。お誕生日おめでとうマミーピッグ。なんて素敵なサプライズなの。さあキャンドルを吹き消して願い事をしてね。マミー、プレゼント開けてね。え、なんだと思う？さあ何かしら。早く開けてみて。まあなんて素敵なワンピース。うわー、とっても綺麗だよマミー。それを着ていく場所も用意してあるよ。これは何？お芝居のチケットだよ、今夜の。ありがとう。マミーピッグはお芝居が大好きなのです。子供たちはグランマとわしが見てるから安心して行っておいで。うわーほんと最高のお誕生日。私は世界で一番ハッピーなマミーだわ。それに世界一綺麗だ。どちら様？ジョージ？はい、どちら様？マミーピッグよ。私も入れてもらえるかしら。うん。それじゃあ秘密の合言葉を言って入れたら入ってもいいよ。わかったわ。で、秘密の合言葉って何なの？それはちっちゃい声で教えてあげる。秘密の合言葉はね、ダディのお腹は超ビッグ。わかったわ。秘密の合言葉を言ってみて。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。ダディのお腹は超ビッグ。なんだかそれおかしな合言葉だな。マミー、次にハウスに入る前にドロンコの中靴を脱いでね。もちろん。ダディもきっと入れるよ。秘密の合言葉を言ってみて。でも別の合言葉にしてもらえないかな。ダメ。じゃあ仕方ない。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。どうぞ入っていいよダディ。長靴は脱いでね。あ、ダメだな。ドアを通り抜けられない。ダディのお腹がビッグだからだよ。ああ、そうだ。ダディピッグも上からなら入れるぞ。ペッパ、ジョージ、マミーとダディ、みんなでツリーハウスに入りました。私このツリーハウス大好き。もう出たくなくなっちゃったよ。それはよかったわね。でもグランマのうちには来てくれないってこと？うん、行かなくていいや。よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ、手伝って。任せなさい。地図を見るのは得意なんだ。あ、これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんだ簡単。赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう？わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて瓶はどこかしら？あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ見て、瓶を見つけたよ。すごいぞペッパー。どれどれ、なんだって。おお、これは海賊からのメッセージだ。マミー、海賊からのメッセージ読んで。この海賊の字読みにくいわね。いや、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。いや、はっきり読めるだろ。矢印をたどれって。矢印をたどれ。ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。矢印をたどって進んでいきます。見てジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわねペッパ。あとは宝箱を見つけ出して、その鍵で開けるだけよ。だけどもうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見てペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。マミーピッグとペッパはミス・ラビットのお店に来ました。どうもミス・ラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわねペッパ。赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわー。ジョージとダディピッグがゲームをしています。おお、やるなジョージ。ダディ見て、新しい靴、赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った？ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私この靴大好き。もう何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私この靴絶対に脱ぎたくないの。分かったわ。二人ともおやすみなさい。おやすみマミン。おやすみダディ。ああ、おやすみペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピッグとダディピッグが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。ジョージ、また車が泥んこになっちゃうよ。泥んこ洗い流すね。ペッパ、その水は泥んこなんだよ。おやおや、ペッパは車に泥んこの水をかけてしまいました。ああ、大丈夫だよ。ホースを使って泥んこを洗い流そう。わいわい、私がホース持っていい？ペッパがホースを持って、ダディピッグが水を出します。水が出ないよ。わあ！あ、ペッパ、やめて。ごめんなさい、マミ。あれ？ああ！ダディピッグ、水を止めてちょうだい。うん。慌てなくて大丈夫。みんなびしょ濡れです。車は洗えたようだな。私たちまで一緒にね。車を磨いてるから乾かしておいで。じゃあ後でね。ああ、後でな。車は顔が映るほどピカピカになりました。面白い顔です。おっと、面白い顔が増えました。ペッパとジョージです。マミーピッグもすごいわ。車がピカピカね。だろ？ダディはこういうの得意なんだよ。マミーピッグが蛇口をひねります。お水が出ないよ。ペッパとジョージはビニールプールが大好きです。アイスクリームはいかが？ミスラビットのアイスクリーム屋さんだ。アイスはいかが？暑い時期、ミスラビットはアイスクリームを売っています。マミー、ダディ、アイスクリームを食べてもいい？そうね、今日はとっても暑いから食べてもいいわよ。やったー。ダディの分も頼んだよ。みんなアイスクリームが大好き。こんにちは、マミーピッグとペッパにジョージ。どうもミスラビット。どのアイスクリームにする？じゃあコーンに乗ってるのをください。はい、どうぞペッパ。ありがとう。じゃあ私とダディの分もコーンでお願いします。さてジョージ君はどれがいいのかな？ダイナソー。ダイナソー？ジョージったらジョージは何にでもダイナソーって言うんです。そう、ちょうどよかったわ。ダイナソーの形のアイスキャンディーがあるのよ。ダイナソーガー。ジョージ、溶けちゃうから早く食べなさいね。ダイナソー。ダイナソーのアイスキャンディーが気に入ったジョージは食べようとしません。ありがとうミス・ラビット。夏を楽しんで。ジョージ、早く食べないとダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落っこちちゃうわよ。おやおや、ダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落ちてしまいました。泣かないでジョージ、ダディの分けてもらいなさい。きっといいよって言ってくれるわ。暑い中、ダディピッグは眠ってしまいました。ダディピッグは暑そうね。お水をかけて冷やしてあげようよ。それがいいわねペッパ。よし。これで海に入れる。やったー。お水冷たい？あったかいよ、ほら。こらこら。ダディピッグが先にやったのよ。水のかけっこはもうやめた。わーい。ダディ、私ビーチって大好き。ペッパとジョージはビーチが大好き。みんなビーチが大好きです。ペッパ、ジョージ、バケツとシャベルで遊ぶんでしょ。うん、遊びたい。ダディ、お砂にダディを埋めてもいい？ああ、そうだな。お願いダディ。ああ、わかったよ。やった。ペッパとジョージがダディを埋めていきます。こらこら。できた。もう逃げられないよ。頭が熱くなってきたな。帽子を取ってくれ。それなら取ってくださいって言って。ダディの帽子を取ってください。いいですよ。ダディ。これでよし。ああ、なんだか眠たくなっちゃったな。ジョージ、砂のお城を作ろうよ。砂のお城を作り始めます。最初にバケツに砂を入れるの、こうやって。そしたらバケツをひっくり返してポンポン。バケツをあげるとゴールできた。砂のお城です。できたわよスージー。これでトラさんそっくり。ありがとうミス・ラビット。ねえ。うわあ、スージー、そのお顔いいね。それって子猫ちゃん？違う、私はトラよ。ねえ。ペッパー、あなたもフェイスペイントしたい？お願いします。ね、ゾウさんがいいな。困ったわね、ゾウさんは描けないの。トラなら描けるわよ。それじゃあトラさんがいい。はーいペッパ、トラさんになったわよ。私はトラよ。ジョージ、あなたは何になりたい？ダイナソーがー。ダイナソー？トラさんがいいんじゃない？トラなら上手よ。私はトラよ。僕だって。トラはワンワンって言わないよ。なんでわかるの？だってトラはおっきな猫だもん。私も猫だからね。キャンディ、トラのこともっと教えてくれない？いいよ。トラってね、ゆっくり静かに歩くの。で、それからジャン。ゴー。あとね、顔を舐めてきれいにするんだよ。それとトラってご機嫌だと喉が鳴るの。楽しんでる？あらまあ、みんなトラさんなのね。私がみんなにトラのことを教えてるの。ガオ。トラさんたち、次は何するの？ダイナソー。そうだな。ダイナソーの風船を探しに行こうか。みんなに買ってあげるわね。やったーどうもマダムガゼル、みんなに風船をいただけます？いらっしゃい。いろいろあるけどどれがいい？ゾウさんの風船をお願いします。はい、どうぞペッパ。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私はペッパよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの？ダイナソー。え、ダイナソー？ジョージはね、いつでもなんでもダイナソーっていうの。わかった。怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた。怖いダイナソーだよ。ガーン。みんなランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。アンティピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵。用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。こんにちは。私はクロエ。私はペッパよ。ガー。キャー。ダイナソーよ。怖いダイナソーよ。キャー。ガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。やあペッパ。ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。ペッパとジョージは泥んこの水たまりで遊ぶのが大好きです。私からね。うわ、グー。寒いので水たまりは凍っていました。つるつる滑ります。面白くないでしょ。マミーとダディもやってきました。おお、いいね。泥んこの水たまりがある。ダディも泥んこの水たまりが大好きです。ダメよダディ。危ないところだった。でもダディはバランスを取るのがうまいんだ。ダディ、今日は水たまりが凍ってるの。だから飛び込めないのよ。それじゃあアヒルさんに餌をあげましょう。わーい。ペッパたちはアヒルさんに餌をあげるのも大好き。こんにちは、アヒルさん。パンをあげに来たのよ。アヒルさんはパンが大好き。あれ？今日は寒いので池も凍っていました。氷はつるつる滑ります。笑ってごめんね、アヒルさん。でもとっても面白いんだもん。雪が降ってきました。雪だ。ペッパとジョージは雪が大好き。ジョージ、雪をキャッチしてみようよ。ペッパたちは雪をキャッチしようとします。ジョージが雪をキャッチしました。ペッパも雪をキャッチしました。羊のスージーがソリに乗ってやってきました。わーい。こんにちはペッパ。うわ、スージー、それ楽しそうね。え、そこの大きな丘でソリをしてるの。雪がたくさんあるよ。じゃあソリを見に大きな丘へ登ってみようか。うん、行きたい。そこへ種を入れて、上から土をかぶせる。グランパがお水をあげようか。ダメダメ、私がお水をあげるの。よし、あとはイチゴが育つのを待つだけだ。ペッパとジョージは種が育つのを待っています。でも何にも起きないね。我慢して待たなくちゃ。ペッパ、育つまでには長い時間がかかるんだ。ペッパ、ジョージ、お家に帰りますよ。また種がイチゴになるのを待ってるの。ティータイムに食べたいんだもん。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ、行くわよペッパ。じゃあねグランパ。じゃあねイチゴさん。グランパはペッパのイチゴの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にイチゴの苗は大きくなって、ある日グランパは素敵なものを見つけました。イチゴだ。グランパ来てよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえグランパ、私のイチゴ育った？ああ、見てごらん。おお、イチゴだ。ありがとうグランパ。グランパ、他の種も植えていい？いいと思う。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいいジョージ？それじゃあ人参は？グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな？やだ。秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああ、そうか。ダディったらもっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな。はずれ。2回間違えてから終わり。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれ、ジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった。どうせおもちゃのダイナソーでしょ。違う。箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパー、あなたが箱の中を見せてあげればジョージも見せてくれるんじゃない？わかった。一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ 1、2の3 で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。1、2、3。ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？ドンってさんって何？探偵さんっていうのは人や物を探すのが上手なすごい人なんだよ。私物を探すの上手よ。よーし、じゃあペッパが探偵さんだ。ジョージ、私が探偵さんになってダイナソーを見つけてあげるからね。それじゃ探偵さん、まずはジョージに質問をしてみたら？ジョージ、ダイナソーはどこにいるの？ジョージにはそれがわからないのです。どこにいそうか考えるのが探偵さんの役目だよ。わかった。私どこにいるかわかった。ジョージ、いつもダイナソーと一緒に風呂に入るでしょ。だからきっとダイナソーはこの中よ。お風呂にダイナソーはいません。あれ？わかった。ダイナソーはきっとあそこにいるよ。ジョージはいつもダイナソーと同じベッドで一緒に眠るでしょ。だからきっとこの中にいるわよ。ダイナソーはジョージのベッドにもいません。あれ？それじゃあみんなでお庭を探してみましょう。そうだよ、お庭だ。私もそう言おうと思ってたの。もうダイナソーどこ行っちゃったの？ダイナソーはなかなか見つかりません。はあ、ダイナソーどこにもいないみたい。ジョージ、ダイナソーを放り投げて遊ぶのが好きだろ？じゃあ今日はいつもよりちょっと高く投げちゃったんじゃないのかな？あそこにいたダイナソー、私が先に見つけたのよ。よくやったねペッパー。ペッパーはとてもいい探偵さんだ。いち、に、さん、よ。じゃあそれをカートに入れて。トマトあった。偉いぞペッパー。トマト。一つ目のお買い物は終わりだ。次は何だったかな。スパゲッティ。スパゲッティ。そうだねジョージ。でももう一度言ってごらん。スパゲッティ。スパゲッティはペッパとジョージの大好物です。さてスパゲッティはどこかな？あそこにあるよ。こっちよ。スパゲッティ。ほらマミー、スパゲッティがあった。よく見つけたわね。じゃあそれをカートに入れて。はいマミー。スパゲッティ。ジョージ違うよ。スパスパゲッティだよ。ペッパ、次に買うものは何？ポテトチップス。ポテトチップスは書いてないよ。ポテトチップスはお家にあるでしょ。もう一度当ててごらん。ダメだ。思い出せない。ジョージは覚えてる？ダイナソー。ダイナソー？ジョージ、ダイナソーはスーパーには売ってないのよ。違うよジョージ。次に買うものは玉ねぎだ。玉ねぎ。そうだった、思い出した。ここにあるよ。よくできました。1、2、3、4。玉ねぎ。よし、いいぞ。あと少しでお買い物は終わりだな。残っているのは一つだけね。鉢植え？書いてあったかな？違うよジョージ。もう一つのお買い物はフルーツだ。いいのよジョージ。あなたがフルーツを選んで。フルーツはどこかしら？あっちよ。それってダイナソー？これおもちゃのダイナソーだよ。ゴーダイナソー。それ最高だね。ダイナソーゴー。ダイナソーガオー。あら怖いわね。ジョージ最高だね。ジョージは私の弟。本当最高なの。ペッパは弟のジョージが自慢です。ではジョージにお絵描きの仕方を教えてあげましょう。ジョージはお絵描きが苦手なの。じゃあペッパが手伝ってあげてね。はい、私上手にできる。お花の描き方を教えてあげるわね。ジョージ、今日はお花の絵の描き方を教えてあげるね。じゃあ大きな丸を描いて。違うよジョージ、その色じゃないでしょ。その周りに花びらを描くの。ジョージ、形が違うでしょ。で、茎と葉っぱをつけるの。完璧。ジョージ、全然違うじゃない。何を描いたのかしら？私はお花を描いたの。上手に描けたわね、ペッパ。そしてジョージが描いたのはダイナソーね。ガオーダイナソー最高だね。それじゃあこのジョージとペッパの絵を壁に飾りましょうね。イエーイペッパ、あなたの弟はとっても絵が上手なのね。そうなんだ。頭をなでながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる？いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった。しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい。私、ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ。じゃあ早速外そう。ダディピックはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。うわ面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願いダディ。よーし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててね。そのままこいで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてるね。え、見て、すごい。補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て。補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね。やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい。ペッパ、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパは前を見ていません。おやおや、ペッパはダディピッグのかぼちゃを割ってしまいました。かぼちゃを割っちゃってごめんなさいダディ。かぼちゃのことよりペッパが怪我しなくてよかったよ。こんいたぞ。わーい。ああ、ここでのピクニックは最高だ。とっても静かで心が安らぐ。シマウマのゾーイとそのパパ、郵便局のゼブラさんです。こんにちは、ゼブラさん。郵便を届けに来たの？はは、いや配達に来たんじゃないんだよ。今日はお休みなんだ。ねえ、だからパパとピクニックに来たの。私たちも。そういうことならみんなでピクニックしましょう。わーいなんて楽しいピクニックでしょう。ねえ、ジョージとゾーイと一緒に遊んできてもいい？いいわよ、ペッパ。ゾーイ、私テディを連れてきたよ。私はモンキーを連れてきたよ。うほうほ。ダイナソーゴー私おもちゃのピクニックセットも持ってきたから、ピクニックごっこしようよ。あ、アヒルさんだ。ピクニックしてるといっつもアヒルさんが来るんだ。それじゃあこれオレンジジュースね。オッケー、じゃあこれはケーキねはい、これはケーキです。とってもおいしいのよ。アヒルさんたち、おままごとのケーキはいらないようです。いらないのね。じゃあケーキはモンキーやダイナソーにあげちゃう。テディもどうぞ。うん、おいしい。うほうほ。モンキーがね、こんなにおいしいケーキ初めてだってペッパー、ジョージ、もう帰りますよ。じゃあね、ゾイ。じゃあね。みんないいかな？はい、ダディピーグ。それじゃあゾーイ、私たちも帰ろうか。はい、パパ。カップにお皿にモンキーにテディ。あれ、テディったらなんでいるの？ペッパはまたテディを置いてきてしまったようです。